影聞いた？今日転校生が来るんだって。噂だと相当なイケメンらしいな。くっ、なんでそんなに敵意むき出しなの？日陰者の気持ちなんてヒサにはわからねえよ。ホームルームを始めますよ。今日は転校生が来ています。どれどんな顔。ドライと言います。短い間ですけれども皆さん仲良くしてくださいね。ドライくん、なんでここに。あ、イケメンだ。やったー。シャー。わ、女子が総立ちしてる。おいドライ、どういうつもりだ。カゲチオもヒサメちゃんも学校のことを楽しそうに話すからどんなところか興味が出てきたんだ。学校に行ったことないから見学したいって頼んだら1週間限定で入れてくれたよ。そうなんだ。だからってクラスまで。カゲチオくん、ドライくんとお友達なの？なんだよ急に。カゲチオくん、後でドライくんのこと教えて。私たちも友達だもんね。教えてくれるんだよね。断ったら殺される。ドライくんすごい人気だね。確かに顔はいいからな。二人とも見たことあるもんね。どうしたのひーちゃん。クラス中の女子からドライくんの情報が欲しいって来てる。あ、報酬に牛丼ご飯。いやいやダメだよ、私そういうのは。よだれ出てるぞ。カゲチオ、お前には失望したぞ。虎の胃を狩る狐とはこのこと。卑怯者め、恥を知れ。友達にしては距離感近すぎない？キシャシャシャキシャキシャシャ。お前らも落ち着け。俺がなんか得してんのか。むしろ虎に囲まれてんぞ。体育の時間。それ。ドライくん、ナイスシュート。バスケできるなんて素敵。ちょっと男子どきなさいよ。ドライくん見えないでしょ。いやそんなこと言われてもな。ってなんだこの数。学校中の女子が集まっているぞ。昼休み。学校でご飯。新鮮だな。お前それ作ってきたのか。宅配サービスがあってね。メニューも豊富だし健康的だよ。どこのなんだろう、美味しそう。いいじゃん、今度教えてくれよ。ねえ、私も教えて。私も。うわ、放課後。おお、なんだそれ。影千代、どうしよう。明日黒板に全員分の返事書いとけばいいかな。批判殺到必至だよ。あ、ドライ、それは丁寧に扱え。ん？翌朝。おはよう、影千代、ひさめちゃんも。おはよう。おー、おはよう。おはよう、ドライくん。いい天気だね、ドライくん。ドライくん、今日もかっこいい。怖い。はぁ、もう、ドライくんイケメンすぎて眩しい。見てるだけで幸せになる。いつも影千代と一緒だね。なんか距離感近くない？もっと仲良くしとけばよかった。ドライ、お前目立ちすぎ。そうかな。これだからイケメンは。そんなんだと目つけられんぞ。その時は頼りにしてるよ、影千代。お前な。おい、そこのお前、最近調子に乗ってる転校生だな。ほら、早速来た。どちら様ですか？こいつらバスケ部だよ。陽キャの化身みたいな連中だ。最近うちのマネージャーたちがよ、お前に夢中で部活に来ねえんだ。どうしてくれんだよ。応援してくれる女子たちも全員いなくなっちまった。てめえのせいで。うわあ、しょうもな。その上バスケが得意だってな。俺たちへの当てつけかこれ。別にそういうつもりはないですけど。ちょっとあんたら。うるせえ、陰キャ黙ってろ。大声出さないでくれますか。てめえ、すかした顔しやがって。だが俺たちはお前の正体知ってんだぜ。俺たち狼宇宙人は匂いでわかんだよ。お前スライムだろ。雑魚種族が生きがってんじゃねえ。スライムと陰キャ、道理で一緒にいるわけだな。え、そうなの。ドライくん、スライムなんだ。おい、いい加減にしろよな。そうですよ、俺はスライムです。ま、混じってるだけですけど。ドライ、お前これで気は済みましたか。それじゃ、失礼しますね。あー、かっこいい。ドライくん、大人。スライム系男子、いい。優しく柔らかく包んでほしい。つーか、普通に宇宙人差別じゃない？最悪だね、バスケ部って。なんだよ、なんでみんなスライム野郎の味方なんだよ。
おい待てスライム野郎、まだなんかあるんすか。このままじゃメンツが立たねえ。俺たちと勝負しろ。喧嘩ならやめた方がいいですよ。もし影千代が本気を出したらあなたたち殺されますから。お前そういうのやめろ。で、バスケが得意なんだろう。ならそれで勝負だ。ドラえもん無視しとけ。あいつら頭に血が上ってんだ。いいですね、それで勝負しましょう。はあ？いいじゃないか、影千代も手伝ってくれ。はあ、分かったよ。ドラえくん頑張って。すげえことになっちまったな。てかドラえ賞賛あんのかよ。2 on 2なんて俺やったことねえぞ。さあ。おいおい、でも俺には影千代がいる。いつも通り狡猾で卑怯な手で何とかしてくれるんだろ。行けトライ。任せろ。おっと、ホームは様になってるけどな、所詮はド素人だ。ずれ、くらえ。お前ら最初からこれが目的か。ちょっと審判、ファウルでしょ。ダメだ、見えてない角度みたい。どうだ、これで思い知ったかよ。え、どうしました、顔が青いですよ。なんで溝落ちに入ってんだろ。押してもびくともしねえ。なんなんだこいつ、こんなに細いのに。影千代、しまった。よっしゃ、陰気野郎、撃たせるか。撃つ、何をすか。はあ、最初からパスなんて受けてませんけど。それあ、ドライクナイスシュー、かっこいい。卑怯だぞてめえ、意中の力なんて。あれ、そんなのルールにありましたっけ。何も聞いてませんね。あんたらバスケ部なんだろ、こっちは素人だし、ハンデもらってもいいんじゃねえかな。てめえ、おい、どうすんだ、負けてんぞ。あの臭いんけ、審判の見えないところでむちゃくちゃやりやがる。あのスライム野郎の体も異常に硬いぞ。どうする。仕方ねえ、奥の手でこいつを使う。鉄心入りのパワーリストか。いくら体が硬えっつってもこれには勝てねえよ。トライ、こっちにパスだ。そうはさせねえよ。ドライやっちまえ。かかったな、てめえの頭かちまってやる。なんだあの手首は。トライ危ねえ。くたばれ。嘘だろ、パワーリストが。負けた。そんなバカな。スライムに負けるなんて恥ずかしいですね。さてどうしてくれよっかな。最後のあれぶっちゃけ退学もんだぜ。いいよそういうのは。ドライ、俺は平気だし、そもそも楽しかったからね。許してくれるのかよ。最初から怒っていませんよ。負けても死ぬわけじゃないですし。死ぬ。俺は長い間死と隣り合わせの場所にいましたから、失敗しても処分されないっていいですね。処分って嘘だろ。詳しいことは伏せとくけどよ、苦労人なんだよドライは。影千代もね。負けたよ、何もかも。俺たちが悪かった。また遊んでくださいね。少しは怒っていいんだぞ。怒ったよ。いつ。あいつらが影千代に大声出した時。お前そういうところだぞ。楽しいな学校は。今月のカレコレのカプセルトイが6月下旬よりカプセルトイショップガシャココをはじめ全国のカプセルトイ売り場で順次発売開始。カプセルトイの私たちをぜひゲットしてね。